皆さんすみません。今日は朱里選手の公開練習にちょっと割り込むような形で失礼しますって感じなんですが、今日実はですね、ミオがここに来ることになってるんですけど、一応昨日寝てたらですね、夜電話かかってきて、で明日ちょっと一緒に合体技練習しようよっていう、そういう電話がかかってきたんで、もう間もなく来ると思うんですけど、その前にまだちょっと来ないんで、自分の話ちょっとさせてもらいたいんですけど、実は自分は中学生の時に、ヤンキーにカツアゲされたことがありまして、でそれ以来ですね、ちょっとそれがトラウマになったというか、ヤンキー恐怖症というかですね、まあ、そういう感じなんですけど、宮本選手とか酒井さんがですね、まあヤンキーだヤンキーだって言っててですね、ちょっとまあ自分も置かないんですけど、ただなんかミオにですね鉄拳制裁を加えるみたいな、そういうことを言ってるんで、もうそういうこと言うんだったらもう自分がミオを守るしかないですね。もう自分のものですから、ミオは自分がね絶対守るしかないんで、まあ、それでヤンキーを撃退する合体技っていうのも今日ちょっと一緒にやろうっていう、そういう話なんですが、まあ、ちょっとまだ来る様子ないんで、ちょっとまああんまり待たすのもあれなんで、ちょっと誰か他にもしいたらなんですけど、まあ似たような体格だと、レイ選手、レイ選手、ちょっと合体技を練習したいんで、ちょっと一緒にやってもらっていいですか。いい加減にしてくださいよ。嫌ですよ、どうしようか。じゃあ、あとは、小玉くん、小玉くん。はい。ちょっと、ラテ技やるから、ちょっといい、一緒にやってもらって。じゃあ、受けるので、練習生で一人。はい、ちょっと今1個目ありますんで、まあこんな感じで相手をですね、これ一応ミオってことなんですけど、2人でこのまま相手にぶつかってて、先頭、背中からぶつける感じですね。まあこんな感じなんですけど、まあ、これ一応名前が愛の板挟みっていう名前で、これ1個目なんですけど、これ、まあ、2人でやると体重が乗るんで相手に威力が倍増するっていう技で、まあ、もう一つがですね、でこれがこっちに手を出してで、それ交互にこうやってやって、左のところでぶつかるみたいな感じ で、これもう一個目ですね、ちょっと今やりますんで、こうやって切りがいいところで入っていくんでみたいな感じで相手にチャージしていくっていう技なんですが、これがどういうの名前かな、ネオトトライアングルみたいな、まあ、そういう名前がいいかなと思うんですけど、今日とりあえずその2つを一応ミオが来たら一緒にやるって話だったんですけど、ちょっとまだ来る様子がないんですよね、しょうがないな。まあ、一応この2つを使ってですね、次回の大会では絶対ね、宮本とか宮本ね、この不技出せればかなりダメージ与えれると思うんで、まあ来月じゃなくて今月か、見といてください。よろしくお願いします。ミオ選手なんか結構この練習のニュースで見たらしくて、はい、結構嫌がってるんですけれども、はい、この辺に関してはいかがですか。前も言ったんですけど、やっぱりマスコミの前とかだとちょっとやっぱり照れちゃうんで、ああいう態度を取ってるんですけど、もう実際裏ではもうラブラブです、はい、
相思相愛みたいな感じですね、はい、今日もまあその連絡は取ったっていう話だったんですけども、はい、実際に電話かなんかで直接そうそう、もう普通にあの寝てたら電話かかってきて、それでまあ合体技やるよっていう話でやろうよと向こうから、ね、誘ってきたぐらいですからね、実際、はい、向こうからかかって向こうからかかって、まあ、こっちも知ってますけど番号は、はい、もちろん紀藤選手が電話をかけることもあるんですか。いや、もう自分はもうしょっちゅうです、毎日かけてます、はい、毎日毎日毎日電話してどういうことを話すんですか。いや、まあ、あの結構忙しいからか、まあ、出ないことも多いんですけどね、まあ、あまりここじゃ言えないようなことも喋ってますから、まあ、それは勘弁してください、うん、はい、電話番号は実際本当に分かってる。知ってます。もう普通に090の好き好きみよみたいな、みよみよみたいな感じですよね。まあ、番号ちょっとカメラの前ではね、あれですけど、はい、普通に連絡は取ってます。